はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。で、前回の箱物の説明に続いて、今日足物というのを見ていこうと思います。で、足物というのはどういうものかというと、例えばテーブルですね、あと椅子、まあ、ベンチ、いろんなものがあります。で、今日はちょっとその足物の種類と、まあ、作り方、構造などを説明していこうと思います。で、あくまであの DIY やこれらの教室の生徒さん向けにできるだけ分かりやすく伝えようと思うんですけども、全部は、網羅できていません。で、一般の方が椅子などを作ってみようと思った時に手助けになるようなその構造の説明というのをしていこうと思います。例えば僕らの教室でもよく、生徒さんにお伝えするんですけれども、足物、例えば椅子っていうのが作れるんであれば、テーブルももちろん作れるようになります。大きさが基本的に変わるだけですね。構造などは基本、同じ形になります。ですので、今日はまあそのスツールや椅子を使ってちょっと簡単に説明していこうと思います。で、テーブルもまあ同じ構造だと思ってください。まあ、いろんな作り方があります。教室に通われる生徒さんの中でも、ホゾに挑戦して長持ちする木組みの家具というのを作りたいとおっしゃる方もいますし、自分で管理する、誰かにあげるとかじゃなくて、自分が使いながら、もしビスが緩んできたなというふうになったら、自分でもう一回締め直すだとか、もう一回改めて作るだとか、そういう形で早く手軽に作りたいという方もいらっしゃいます。だから、まあ、僕らの中では、何が正解っていうことは、言いません。自分の目の届く範囲で、簡単に直しながら使うというのであれば、全然ビスでも、問題ないと思っています。はい、じゃあビスで組むのかとか、ホゾで組むのかというところは、とりあえずその作り方という部分で置いておいて、どういう作り方があるか、例えばこういう椅子にはこういう作り方が向いてますよと、そういう説明をしていこうと思います。はい、じゃあ早速後ろにある椅子たちをちょっと見ていきましょう。はい、じゃあ一つのまず種類として、これもあの会員様の作品なんですけれども、通われるた時に初めに作りたいとおっしゃるのがこの椅子ですね。まあ初めにちょっと作りやすそうということで憧れがあるんでしょうけれども、はい、こういう形で3本足になってます。で、ここが丸足になってますね。で、まあ4本足でも構いません。で、ここに鎖が打ってあるというような形になります。はい、結構手軽に、教室では作れるものですね。ただまあ一般の DIY ではなかなかこの丸棒を作ろうというのは難しいと思うので、まあ、その丸棒を買ってきて、で、丸いここに穴を開けてですね、こういう形で差し込むというような方法になると思います。ただここで難しいところが、手軽に作ろうとしたら、ここ途中でズボッと入れて中で止めようというふうに考える方がやっぱり多いんですけれども、あんまりここはその中で止めるという方法にしない方がいいですね。というのは、やっぱりボンドを充填していたとしても、やっぱりいずれグラグラします。それを防ぐために、一番いいのは貫通させて、で、ここにくさびというのを打って広げてやるというような形の作り方をします。で、その時に広げる時に木が割れないようにだとか、そういう形でいろいろその目ですね、くさびの位置、もしくはこの穴の開ける位置っていうのを考えたりします。まあ、その辺の細かいところはまた、別で、お伝えしたいと思います。まあ、このよく差し込む式、3本足か4本足でよく悩まれる方が、いらっしゃるんですけれども、例えば3本足のメリットは、まあ、作るのが一つ簡単ということですね。で、もう一つ大きなメリットがあって、3本足というのはこの足が3点設置になりますので、面が決まりますということで、どんなところでもガタガタせずに、面として固定してくれるということでですね、まあ、昔はその職人さんとかが足場の悪いところで腰掛けて作業をする用の椅子ということで、用いられていた時期もありました。はい、これがまあ3本足の特徴ですね。4本足っていうのは、例えば1つの足が少し長かったとしたら、どうしても面が一つに決まらないのでガタガタします。じゃあ、あとまあ3本足4本足でちょっとした違いなんですけれども、じゃあ皆さん3本足がいいじゃないかって思うかもしれないんですけれども、3本足、まあ、見た目こう見てる分には綺麗なんですけれども、例えばこう回転してみましょう。多分なんかここは角度が開いているように見えて、こっちはなんか角度が開いてないように見えると思います。はい、で、そうした時にこの3点で決めていくとですね、見た目のビジュアルが多少損なわれるというようなところがあります。これまあ気にしない方もいらっしゃるんですけれども、何かちょっと不安定でピシッとしていないというようなふうに見えてしまう、
これが、まあ、3本足のスツールの宿命ですね。でですね、足物というのは、ここ上から負荷がかかります。でこう動いたりもするのでねじれる力も加わります。でですね、重さが加わるときに、例えば足がまっすぐだったらダメなのっておっしゃる方もよくいらっしゃいます、全然まっすぐでもありだと思います。ただまっすぐだと、例えばここに負荷がかかったときには、この下にちょうどてててててと垂直に足を下ろしたときに、ちょうど座面の真下ぐらいまで足を持ってきてやるのが一番安定する形になります。ここ押してもあれですね、動かないですね。ただちょっと変えてここを押すと、こういうふうに揺れる形になると。ですのでその時にはできるだけ、まあこれ、まあ、ここの中心に少し近い部分に刺さってますけど、できるだけ外に持っていってあげた方が、安定するというような形になります。で、じゃあこう飛び出させたらいいんじゃないのっていうふうにね、あの角度がついてる方がかっこいいですよね。なんですけど、一般的に椅子の周りって結構人の足がこう通ります。で、その時にここの足が座面より出ていると、よく足を引っ掛けるんですね。ですのでその家具作りの、まあ、一般僕ら職人さんが作る時っていうのは、できるだけこの座面の内側に最大限に収めますよという形にしてます。だからまっすぐな足でもいいんですけれども、ちょっとこう座った時に椅子が浮くような形が強くなると思います。はい、ということで、できるだけこの座面を真下に下ろしたような面積で足の接地面を作ってあげましょうね、というような形です。ということで、まあ、ポイントとしては3本足と4本足がありますよという、差し込み式です。で、途中で止めるのではなく、こういうふうに抜いてくさびを打ってあげましょうね、というような形になります。で、これを、まあ、ビスでちょっと作ろうとすると、上からのビスだとすごい不安ですね、ですので、これに関しては完全に補造として貫通させて作った方がいいかと思います。はい、はい、それでですね、次が板足型ですね。板足とは何かというと、この側にこういう形で木が折れ曲がってスツールとしているというような形になります。で、これあのちっちゃいものですんで、そのまま自立しますけれども、例えばだいたい人の、座る、椅子の高さというのは420から450ぐらい、迷ったらまあ450というふうに考えておいたらいいかと思います。これが、まあ、例えばこういうふうに上にビーッと高くなりましたよと、足がもっと伸びましたといった場合に、やっぱり、これ伸びているだけではちょっと不安定です。例えば、まあ、ここからビスで打ちましたよと、できましたってなった時に、この横揺れの動きにとても弱いんですね。ですのでそういう時にはここに抜きを入れてあげて補強する、そういう形で補強してやると、この板足っていうのはすごい頑丈になります。はい、ちょっとまあそれ今作ってないのでお見せできませんが、そういう形でビス組や DIY で作るんであれば、この板足っていうのは、一つすごい有効かなというふうに思います。合板とかで作るなら全然安くできるんですけど、例えば修正材とか、無垢の木で作るとしたら、板の面積体積が多くなるということは費用がかかります。ですのでその材料をちょっと選ぶというようなところは、少し考えた方がいいと思います。杉修正材、ホームセンターに売られている杉修正材とかで作るんであれば、まあ、こういう板足の方法を、お勧めしますね。ただ一つやっぱりごついんで、すごいなんかこう重たい雰囲気になります。まあ、例えばここ、こういうふうにくり抜いてもいいかもしれませんし、はい、まあ、いろんな作り方があるんですけれども、こういう板足型っていうのがありますよと。で、これはまあすごいベンチとかに多い形ですね。椅子であんまりこの形っていうのはしないんですけれども、ベンチによく対応される作り方になります。はい、はい、で次に、紹介するのがこの、まあ、同じく丸い座面なんですけれども、今度は足が4本です。どうなっているかというと、単純にこれ刺さっているわけではなくて、以前動画で紹介させていただきました補助で作る、小さなスツールということで紹介したんですけれども、この場合は抜きですね。はい、抜きというのを足で挟んで留め付けてやって、そこに天板を下から打ち込んでやると、そこに
穴を開けて天板と接合してあげる、こういう作り方をする時もあります。このメリットとしては、これによって板が天板が反りづらくなるという利点がありますね。あと、接地面が多いので、やはりさっきの、差し込み式型よりも頑丈になります。はい、そのグラグラするということがなくなりますね。はい、でもちろんここビスで行ってあげてもいいと思います。で、まあ、スター M さんのその皿取り切りなどでまた打棒埋めしてあげてもすごい綺麗に仕上がるかなと思います。はい、これはもうおすすめの作り方ですね。もう一つ、小座のこれ合掛というんですけども、途中で板をまたいでます。これまた動画をちょっと参考してください。お互いをちょっと書き込んで、ここがここもつながってますし、ここもつながってると、そういう状態にしてあげてます。はい、じゃあもう一つ例として、こちらですね。これはまあ僕らのワークショップ、教室の体験ワークショップでも人気なんですけれども、まあ、チビスツールと呼んでいます。はい、まあ、同じく足が4本の形です。で、まあ、これも下に同じく合掛をしてやったら同じ話なんですけれども、今度こっちはこういうふうに板に揃えて、こういうふうに4つこうバッテンじゃなくて端々を囲ってあげてますよという形になります。で、一番これがツールや椅子で多い形ですね。はい、これ覚えておいてください。これが一番多い形です。ここを幕板と言います。ここを抜きと言います。で、この幕板で四方を囲ってやって足を接合してやりましょうねと。で、なんでこの形が多いかというと、まあ一つは、さっきのこちらは、抜きが1本です。それに対してこちらは足を支える抜き幕板が2本ずつありますね。ということで、とても頑丈になるんです。はい、で、じゃあこれとこれの違いで、まあ、その強度というところで一つお話ししたんですけれども、もう一つは作り方の手間ですね。で、その手間は、見てもらえば、分かると思うんですけれども、例えばこっちもこっちも、ほぞで作りましたよとしましょうか。そしたらこっちはほぞの加工が1点2点3点4点の4つで済むんですけれども、こちらはほぞの加工が、まあ、今回これ2段になってますけど、まあ、1段とした場合に1234567888つほぞの加工が必要になります。で、しかもほぞとほぞが中で、まあ、ぶつかる形になりますので、作業の手間が少し増えるというような形になりますね。はい、で、まあ、ビスで組むときにはそんなに、まあ、大差はないと思うんですけれども、ほぞっていうのは、まあ、手で掘ったりしようと思うとすごい時間かかります。で、だからじゃあどっちがおすすめということはないんですけど、まあ、ほぞで作るんであれば、まあ、頑丈に作りたいとしたらやっぱりこっちになるんですけれども、ちょっと自分で作るような、手軽さで、手軽に使って自分で直すよという形であればこっちの方がお手軽かなというような形になります。こういうふうに角度をつけましょうねというのが、その背もたれ椅子の、一つの